ドイツとソ連によってポーランドが侵略されると、イギリスとフランスはドイツに宣戦布告しました。しかしドイツと不可侵条約を結んでいるソ連に対しては宣戦布告をしていません。これはイギリスとフランスがソ連から攻撃されることはまずないだろうと考えたためで、もしもドイツとソ連が一緒に攻撃してきた場合にはアメリカを誘って勝ち抜くつもりでした。ではそんなアメリカはこの時どのような対応を取っていたのかというと、中立を宣言していました。ヨーロッパの戦争には関わらない、そのような態度を取っていたのです。とはいえヨーロッパでドイツが勢力を拡大するのを見て見ぬふりをするわけにもいきません。ということでアメリカは法改正を行って、武器や弾薬をイギリスとフランスに輸出することで連合国を支援するようになっていきます。一方のドイツとソ連はポーランド侵攻が終わった後にすでに決めていたそれぞれの勢力範囲を少し変更して、ソ連の勢力範囲はバルト三国、ルーマニア東部、フィンランド、ドイツの勢力範囲はノルウェーと決められました。間にあるスウェーデンはわざとどちらの勢力範囲にも入れないことで、ドイツとソ連の間でクッションのような役割を持たせようとしたのです。こうしてお互いに勢力範囲を決めたなら、あとはそれらの国を手に入れるだけです。先に動き始めたのはソ連の方でした。まずソ連はバルト三国に対して条約を結ぼう、お互いに援助し合おうと持ちかけて強引に条約を結ばせます。こうしてバルト三国はソ連の勢力下に入り、次の目標は北側にあるフィンランドとなりました。フィンランドは人口400万という小さな国で、もともとはロシア領だったけれど第一次世界大戦後に独立して出来上がった国です。そのような経緯があるためソ連はフィンランドはもともと俺たちの土地だという意識を持っており、ここを勢力範囲に入れたかったのです。ところがフィンランドの方は独立を維持したい、ソ連がいつ侵攻してきてもおかしくないと考えており、ソ連との国境に簡易的な防御陣地を構築していました。この防御陣地の構築を指導した軍人の名前はマンネルハイムだったので、彼の名前を取ってこの防御陣地はマンネルハイム戦と呼ばれます。このようなソ連とフィンランドの対立の中、ソ連はフィンランドに対して防御体制を強化したい、領土を交換しないかと持ちかけて交渉を始めていきます。その内容はフィンランド領の一部である4つの島とソ連領の一部である東部カレリア地方を交換しようという提案で、これらの島を手に入れることでソ連はフィンランド湾の安全を確保することができるという利点がありました。しかしソ連の要求はそれだけではありません。さらにソ連はフィンランドとの国境の西への移動やマンネルハイム線の撤去も提案、そしてフィンランド湾の入り口あたりの土地を30年間租借してそこに海軍基地を設置したいとも言い始めました。これを受けてフィンランドはソ連と何度も会談を行い、利害の調整を行おうとしていきましたが、結局フィンランドはソ連の勢力下には入らないという立場を明白にしたため交渉は決裂します。こうなると戦いは避けられません。ソ連はフィンランドへ侵攻し戦争が勃発、冬戦争の始まりです。こうして始まった戦争ではソ連軍が1200キロにわたる国境線で4つに分かれて一斉に侵攻を開始します。その中でもソ連が重視したのは南側の戦いです。なぜかというとフィンランドの首都ヘルシンキや第二の都市ビボルグなどの大きな都市は南側に集中しているからです。ということでソ連の作戦はまず南部で湖の北側から回り込む軍勢がフィンランド軍の背後をついて崩壊させ、次に中部で西へと進んでフィンランドを二分、これによって南部に支援がいかない状態に追い込んで、北部の軍勢が南へと下っていきフィンランドを孤立させるという作戦に決まりました。対するフィンランド軍は数の上では全く勝ち目がないような状態で、圧倒的な兵力差の中で戦いが始まっていきます。しかし数で劣勢だったフィンランド軍はなんとこの戦いで善戦していきます。なぜならこの戦いが始まったのは11月のこと。この時期のフィンランド周辺は川や沼などが十分に凍っておらず、戦車や車が進撃しにくい環境だったからです。さらにフィンランド軍には生まれ育った山岳地帯という地の利もあります。こうしてフィンランド軍はスキーを使った神出鬼没の戦いで驚異的な抵抗を続けていき、待ち伏せや罠などを活用して
ソ連軍を追い返していったのです。ついにソ連軍の計画はフィンランド軍の予想以上の抵抗により頓挫。そんなところに冬が到来します。寒さで戦いどころではなくなりました。予想外の敗北を喫したソ連軍ですが、当然スターリンは激怒しており、国家の威信をかけて戦争を継続する、この敗北を帳消しにするまで続けろと命じます。ということでソ連軍は冬の間に兵の休養と軍の再編成を行いました。これまでの戦いで得た教訓を生かして作戦を立て直し、さらに大規模な資材と兵員を投入する準備をしたのです。その後体制を立て直したソ連軍は攻撃を再開、長期戦を視野に入れて戦いを始めていきました。こうなるとフィンランドは困ります。大きな国であるソ連は長期戦を戦い抜くだけの力がありますが、小さな国であるフィンランドにはそのような力はありません。勝っているうちに少しでも有利な講和を結ぶべきだろう、そのように考え始めました。この間にもソ連軍は攻撃を続け、ついにマンネルハイム戦を突破。フィンランド軍はじりじりと追い詰められていき、最終的にはソ連の提案した和平条件を飲むことになります。こうしてソ連とフィンランドの国境はマンネルハイム戦の北側に新しく引かれることになったのです。さてソ連の動きが収まったと思えば、次はドイツが動き始めます。ドイツは鉄鉱石の約半分をスウェーデンに頼っていたため、鉄鉱石の輸送が途絶えたらどうしようと心配していたのです。もしもスウェーデンがイギリス、フランス側に着いたら鉄鋼を売ってくれなくなるでしょうし、そうでなくてもイギリス海軍がやってきて輸送経路を封鎖したら鉄鋼は届かなくなってしまいます。そうなると兵器が作れなくなるため、スウェーデンの鉄鉱石はドイツにとっての命綱でした。こうしてドイツはスウェーデンの鉄鉱石を確保するという目標のもと、北欧へ向けて進攻を開始します。そうなると当然ですが、その途中にあるデンマークも侵攻の対象となります。ということでドイツは陸軍、海軍、空軍の大編成を向かわせてデンマークを威嚇。その上で最後通牒を突きつけると、デンマークはほとんど戦うことなく降伏し、わずか6時間で占領されてしまいました。一方ノルウェーはドイツの最後通牒を一周しており、こちらでは戦いが始まっていきます。ドイツの作戦は海軍を6つに分けて同時に上陸し、ノルウェーの主要な港全てを占領するという作戦でした。そうなるとイギリスもそれに対抗し、北部へと海軍を派遣。これにより北部ではドイツの作戦は妨害され、危うい立場に立たされましたが、南部ではドイツの作戦は大成功を収めていきました。ということで南部を抑えたドイツ軍は北部に向けて軍勢を派遣。結局連合軍は撃退され、ノルウェーは傀儡政権の下、ドイツの占領下に置かれることになったのです。このような戦いの中でイギリスでは首相のネビル・チェンバレンが作戦の失敗を受けて辞職しており、新しい首相が誕生しました。ウィンストン・チャーチルです。彼は首相に就任して初めての演説で、私は血と労役と涙と汗のほか提供するものはないと述べ、いかなる犠牲を払っても勝利しようと訴えました。こうしてイギリスはチャーチルに率いられてドイツのヒトラーと戦っていくことになっていきます。